ボニファーチオデカノッサは、カノッサ博、トスカーナ編教博。カノッサ家出身で、新生ローマ帝国期の有力な領主の一人であり、レッジョ、モデナ、マントバ、フェラーラを支配した。ボニファーチオは、ランゴバルド族の家系のアダルベルト圧倒、または、圧倒音の孫であり、アダルベルトの子テダルドディカノッサとその妻ウィラとの間の、次男である。ニーテダルトは、 アレッツオ司教となり、弟コレッダードは、ロンバルディアのハクラと共に、ボニファーチオと対立した後1030年死去した。ボニファーチオは、常に新聖ローマ皇帝を支持し、1014年、ロンバルディア領主による皇帝ハインリヒ2世への反乱を鎮圧した。1026年には、皇帝コンダーート2世が、イタリア王となるため、アキテーヌ公ギ儀王ム5世と争った際に、 ボニファーチオはコンラートに加勢した。これにより、翌1027年に、ボニファーチオは、トスカーの返境白衣を与えられた。ボニファーチオは、また1034年6月のブルグント王国継承に、関するコンラート2世とブロワハクウード2世との戦いにおいても、皇帝側で参戦している。一方で、兄弟化したボニファーチオの勢力に対し、皇帝は圧力を加えた。 1056年5月6日、マントバ近くのサン・マルティーノ・アルラルジーネの狩りの途中で暗殺された。暗殺者はオパルマのスカルペッタで金割りと言われており、暗殺の黒幕は皇帝ハインリヒ3世ともされている。マントバに埋葬された。最初、ベルガモハク・ジザルベルト2世の娘リキルダと結婚し、娘を一人儲けたが要請した。リキルダは1036年に死去した。 アルデンル家の上ロートリンゲン公フレデリック2世の娘ベアトリーチェリロタリンジャと再婚し3人の子供を持った。ベアトリーチェはボニファーチオの死後の1054年にロートリンゲン公、ゴットフリート3世と結婚した。山部 P87 山部 P91 ありがとうございます。